初心者の方が月10万稼ぐためのブートキャンプですね。えー、ですんで、すでに10万稼げている場合は、物足りない内容になります。まあ、逆に、転売が全く初めてとかね、えー、あるいは、まあ、稼げてないと、転売やってるけど稼げてないという方にね、えー、ぴったりな、えー、キャンプ、セミナーです。セミナーいや、少人数でね、えー、一人一人聞くんで、セミナーって感じじゃなくて、やっぱブートキャンプ的な感じですね。 で、まあ、このキャンプ、セミナー後のですね、えー、30日のサポートがつきますで。サポート内容はチャットワーク無制限、あとスカイプサポートを45分1回つけます。それと、えー、週3回ニュースレターが届きます。で今まで開催したね、私、え、立、ー、ツアーを参考に、えー、再現性が高くてスムーズにいくようにプラグラムを作りました。まず、私が買った商品を見せて、でそれをなんで買ったのか解説と。でね、えー まあそれを見ていただいて、その後、えーまあ、会員さんの方で仕入れをしていただいてですね、で仕入れた商品が、まあ、売れるかどうか、私に報告していただくと。で、売れ行きを見て、まあ、売れてればそのままね、えー、売れるものをもっと買う、えー、サポートをしますし、売れてなければ、まあ、どの辺がまずかったのかを、えー、やはりサポートすると。で、そうして修正していく。まあ、これがやっぱ一番効果的かなということでやらせていただきます。 で4月9日からね、5月21日に全国各地で開催します。でまあ、宿泊で来る方はですね、えーまあ、宿泊場所も取れるように、まあ、Airbnb で会場を確保してやろうかなと、今回思っていますで。途中でね、会員さんのまあ企画なんかも入って、4月15日はね、ブートキャンプじゃなくて会員さんの会員さん限定の懇親会に変更になりました。それからね、えー 静岡が追加になりまして、これ、真ん中だらけはないんですけどね、別なえお店で仕入れ、あるいはネット仕入れ、で、まあ、メインはえグループコンサルティングになります。ですから、こちらはね、会員さん限定の企画と。で、翌19日ですね、18、19日とやりますね19日が懇親会という形です。沖縄はね、4月22日は、 チャタンで開催が決まった場所かチャタンに決まったと。それから4月29日は場所の方は福岡で開催するのが決まったという形で、あとはまあ場所等流動的です。で、私のサポートでですね、本当に再現性が高いと、再現率が高いですで。これなんでね、そういう風に稼げるようになっているかというのをやっぱり考えますと、 まあ、すぐにできて稼ぎに直結することに集中する方法を教えています、ね。今できないことで、まあ、じゃあ半年間、ね、頑張ってスキルをつけたら、えー、できるようになりますという形だとね、えー、なかなか成果出ない半年間を、ねえー、過ごせる人は普通いません。途中でやんなっちゃいます。だからそうじゃなくてね、えー、すぐに言えばやろうと思えばその日にできると、ねえー。どんなに遅くとも3日以内にはできること。 でそれを積み重ねて、1ヶ月以内に結果が出てくるという形なんでね、えーまあ、モチベーションどうのこうのとか、まあ、つつ大変なことをする必要がないと。ね、言われた通り、ちょっとやってみたら効果ではね、えーまあ、大抵の人は続きますんで、そんな形で続く、簡単なことだけを指示してね、それで効果が出るから続く、まあ、だから成果が出るまで頑張れるっていうのはね、えーまあ、頑張れるんじゃないか、まあ、頑張る必要もなく成果が出ると。 いうのでね、やっぱり再現性が高いのかなという感じです。それからね、今やってる無駄なことをやめるようにアドバイスすると。まあ、儲かんないけど大変なこととかね、えー、やってもまあ意味のないこととか、結構やってる方多いんでね、まあ、それは、えー、やめて別なことやった方がいいですよと。それやってぐんぐん儲かる可能性低いですねというのをね、えー、まあ、あんまり聞きたくはないかもしれませんけど、えー、言わせていただいてます。 で、まあねで、余計なことやめるから、やっぱり、成果出るのが早いというところがあります。まあ、そんな形で、えー、先着、ね、3名様、えー、半額10万円のが5万円、会員割引5万円が3万円と、個別サポート、会員さんは3万円が1万円という形でね、えー、募集は、明日28日までで、えー、終了させていただきます。で、それ以降はね、えー、この企画を会員限定にしてしまうのか、 えーまあ、何しろ流動的なんでですね、えーまあ、安い金額で Amazon 輸出始めるチャンス、Amazon 輸出始めて、ねえー、効果が出るためにやっぱり、えー、やるべきこと、簡単にできることで、えー、それに集中すれば結果が出るとで、商品の探し方まで手取り足取りを教えると、まあ、そういうサポートをしてるのはね、えー、私以外にはいませんので、えー、成果を出したいという方はですね、まあ、この機会に。 まあ動画なんかをご覧になって、えー、なるほど、本当にできそうだなという場合はね、申し込んでいただければと思います。